ミス日本は1950年に始まり、中断を経て1967年の復活後は、美容研究団体の和田研究所によって、毎年開催されている日本のミスコンテストである。第1回ミス日本、山本富子第二次世界大戦敗戦後の日本に、対する救援活動、ラーラブッシへの感謝と日米の友好親善を行う、女性親善大使の選出を目的に、 読売新聞社と当時業務提携関係にあった中文日本新聞社、西日本新聞社のブロック資産者が共催で1950年に創設された。第1回は後に昭和時代の日本を代表する映画女優の一人となった山本富士子が受賞者となった。一時の中断を経て1967年からは和田聖郎が主催した美容研究団体、 和田研究所を主催団体として再開、今日に至っている。参加者を一般公募しており、以下を満たすものであれば応募できる。地区大会開催年の12月31日時点で、17歳から26歳までの女性日本国籍を有すること未婚、かつ出産経験もないこと書類選考で合格した応募者は、 全国数箇所で開催されるいずれかの地区大会に出場する。地区大会にて、ファイナリストに選出された参加者が、ミス・日本コンテスト本戦に進出し、最終的にミス・日本グランプリとの受賞者が決定される。現代の多くのミスコンテストと同様に、選考時の審査基準は、用紙だけにとどまらないが、 後日開催の世界大会を踏まえて日本代表を選出するミスユニバースジャパンなどのコンテストとは異なりミス日本では日本国内で完結する日本人らしい美しさの最高位を選出することを基本方針としている特に内面の審査では教養心映えを重視するとしているミス日本入賞者に贈られるタスキビコーミス日本の称号を得られると 慈善活動団体、ハートフルのメンバーにも登録される特典があるほか、過去の受賞者の親睦団体、ヤマトナデシコ会があり、それを通して各地での講演、社会運動や慈善活動にも参加している。2013年元日より、ミス日本ボランティア協会が設立され、ミス日本の歴代受賞者が中心となって、国内外での福祉、ボランティア活動の企画、 推進を行うようになった基本、人気1年、主要な放送番組で放送された、ミス日本を題材にして特集した番組は以下の通りである。なお、番組によっては、歴代受賞者が当時のタスキをつけて出演しているが、現役メンバーに限らず、過去のミス日本をうじいもミス。 日本としての公式行事で出席する場合にもミス日本のタスキやティアラをつける場合がある。今回インタビューを行った受賞者の多くは、久しぶりに公式の場でミス日本のタスキやティアラをつけたメンバーばかりだった。一時期であるが、車検のコバックで知られる株式会社コバックが特別協賛スポンサーとしてついていたため、それぞれグランプリを受賞した2004年の佐賀と2005年の クメがそれぞれれぞ全国放送された、テレビコマーシャルに出演したた。た、ことがあったまたコバック本部やそのフランチャイズ店が主催するイベントに受賞者が訪問したことがあった。2005年を最後にコバック本部は特別協賛から撤退したが、2006年以後、同社の千葉県でのフランチャイズ店、鈴木事項株式会社が独自に協賛しており、同年グランプリの国母が起用されたテレビ CM が、 千葉テレビ放送などで放映されていた。現在も鈴木事項は協賛を続けており、受賞者が同社関連のイベントに出席することがある。他に各観光庁の CM やポスターモデル、その他一般各企業の CM モデルに投用されることもあり、OG でも過去のミス、日本受賞の肩書きを添えて CM 出演する場合もある。ありがとうございます。